日本の凶悪な犯罪者、小林薫。凶悪な連続強盗殺人犯、小林薫は1982年から1984年にかけて、東京都と神奈川県で連続強盗殺人事件を起こした人物です。被害者11人、うち女性9人を殺害し、社会を震撼させました。残虐な犯行と冷酷な性格から悪魔と呼ばれ恐れられました。生い立ちと性格。1950年、東京都に生まれました。幼少期から家庭環境に恵まれ、非行に走る少年時代を送ります。学校や職場でトラブルを起こし、周囲から孤立していました。小林は周囲からは感情を表に出さない異常なほど冷静と評されており、冷酷で無感情な性格だったことが伺えます。また、自己中心的で他人に共感する能力が欠如していたと指摘されています。